はい、こんにちは。今回は問題を起こさなかったら最強ボクサーになったボクサーを紹介いたします。メキシコ代表としてモスクワオリンピックに出場したヒルベルト・ローマンはプロ入り後順調に勝ち上がり WBC 世界スーパーフライ級王者の渡辺二郎選手に挑戦しました。ローマンはアマチュアで97戦そしてプロでも43戦戦っており経験豊富なテクニシャンで試合巧者の渡辺選手を相手にペースを握り判定で勝利しました。ヒルベルト・ローマンの判定が出ます。ヒルベルト・ローマンの手が上がります。渡辺選手から王座を奪ったローマンは王座を6度防衛しましたが当時メキシコにはフリオ・セファル・チャベスが絶大な人気を誇っており技巧派のローマンは人気や評価があまり高くなかったのでした。一度王座から陥落したローマンは再び WBC 世界スーパーフライ級王座のベルトを腰に巻き2本で防衛戦を行いました。しかしローマンはこの頃あまり練習をせず酒ばかり飲んで不節制な生活をしていたので軽快なフットワークも陰りを見せ始め卓越した防御技術も少しずつ狂いが生じておりました。悪い仲間と遊ばせないためにマネージャーが試合間隔を空けないようにしていたローマンは1983年と1985年は年間10試合戦っておりましたが1989年は3試合となり1989年11月のナナコナドゥとの防衛戦では自慢の防御が機能せず5度のダウンを奪われ世界王座から陥落しました。世界王座から陥落したローマンは1990年6月ムンソンギリの持つ WBC 世界スーパーフライ級王座に挑戦しました。ムンソンギルはトップアマ出身のエリートですが典型的なコリアンファイターで練習量豊富でスタミナが旺盛でがむしゃらに前に出てパンチを出すのですがロードワークをしないローマンはもはやファイターを省くことができなくなりました。第8ラウンドが終わった時ローマンはダメージがあまりなかったのですが疲れ果ててスタミナを消耗しセコンドの励ましを無視して試合を放棄したのでした。ドゥビットを KO したカランベイは IBF 世界ミドル級王者マイケル・ナンと対戦しました。カランベイは WBA 指名試合より IBF 王者ナンとの試合を優先したため WBA 王座を剥奪されこの試合はカランベイがナンの持つ IBF 世界王座への挑戦という形になりました。マイケル・ナンは長身のサウスポーでスピードあふれるボクシングでここまで32戦全勝の戦績を誇り、この試合が2度目の防衛戦でした。初回、ナンはカランベイのジャブを外した後に左フックを炸裂させダウンを奪いました。IBF 世界ミドル級王座の5度目の防衛戦に世界ウェルター級と世界スーパーウェルター級の2階級を制したドナルド・カリーを迎えました。ナンはレナードやハーンズに続くスーパースターの座を期待され、この試合からモハメド・アリやレナードを指導したアンジェロ・ダンディがセコンドにつきました。挑戦者カリーはアマチュアで400勝4敗の驚異的な戦績を誇ったテクニシャンですが、ナンはスピードで圧倒し7ラウンドにダウンを奪いました。迎えた第10ラウンド、ダメージの蓄積したカリーにナンが襲いかかり、ロープ際に追い詰め凄まじい連打を放って試合を終焉させました。しかし、ナンはその後、ジェームス・トニーに KO され、輝きを失い、トニーやロイ・ジョーンズ・ジュニアの陰に隠れ、栄光の舞台から遠のいたのでした。アイク・イデア・ブッチは、ヘビー級で、1994年から1999年まで戦ったナイジェリア人の元プロボクサーです。イディア・ブッチはナイジェリアの軍隊に行くつもりでしたが、タイソン対ダグラスの試合を見てアマチュアでボクシングを始め、国内王者になり1994年にプロデビューいたしました。デビュー後は20戦全勝 15KO の記録を残したまま、1999年にラスベガスの刑務所に投獄されました。パワフルな連打と手数の多さでヘビー級を席巻し、当時27戦全勝の強打のデイビッド・ツアと戦いました。イディア・ブッチは20戦目に後の世界王者クリス・バードと対戦いたします。クリス・バードはこの時26戦全勝 14KO の戦績を誇り、サウスポー構えの防御が巧みなボクサーです。イディア・ブッチはクリス・バードの技巧に手こずりますが、5ラウンドに強烈なパンチを叩き込み形勢を逆転させるのです。1999年に刑務所に投獄されてプロキャリアが途絶えたイディア・ブッチですが、リング外では元ガールフレンドの息子を拉致したり、またプロモーターの前でさえ威圧的な態度で勝手気ままな振る舞いだったようで、周りは扱いに非常に苦労した模様でした。この傲慢でわがままな男が、もし問題を起こさずに練習をきちんとしていれば、間違いなく世界王者になったと思います。